先ほどですね、この紙の上に並べておいたやつをですね、大きいものから順番にこんな風に今植えました。全部で6鉢ですかね。動画の中でですね、鉢の真ん中に植えない話しましたけど、それは皆さんってことで、まあ自分の場合はですね、これ一時的な仮植えです。で、私の場合はですね、水耕栽培やってますから、鉢の真ん中だろうが外側だろうが関係ないっていうことと、それから、まあ、発根させるためのですね、肥料ですとか、いろいろな、ミネラルですとかね、まあ、植物ホルモンなんかも使うっていうか、まあこの植物そのものにはもうその培地の中にそういう成分が入ってるから、まあいずれ根っこしっかり出てくるんですけど、まあ普段水耕でやってますからね、どこに植えても同じなんですね。あとはこれがちょうど何て言いますかね、次の植え替えにいいタイミングになるまで放っておいたいですね。それからこれは残しておきたいとか、そういうのをまあ選別するためのまあ一時的な植え方、それからまあ送ったりする時に、このようにして水苔で植えてやつでね、これみんな軽く詰めてあります。きつく、するとダメになっちゃうんで、軽く詰めてあるだけです。まああくまでも一時的な仮植えってことなんですけどもね、こんな感じにして植えとくんですよ。これなんかこれですね、皆さんが見るとなんてこんないい加減な植え方するんだろうって思うんでしょうね。まあそれはわかるんですよね。ほらふ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 らしてるでしょね。どうしてもこれが気に入らないっていう人いるんだと思うんですよね。ところがね、まあ途中でも言ったと思うんですけど、これがですね、まあ起きていくんですけども、別に起きなくてもいいんですよ。ここをねこういうふうにやって押さえてやると、ここから根っこが出るんですよ。こういうところからね。だからフラフラしてていいんですよ。置いておくとね、これが蛍光灯の光とか、窓際から入る光なんかで勝手に曲がるんですよね。勝手に曲がっていった時に、こう寝た時にね、そこに水苔乗っけとけばいいんですよ。そうするとここから根っこが出てっていう、そういう風に繰り返すんですよね。ここほらご覧になるでしょ、根っこがあるんですよ。ですからこういうのをですね、水苔でちょっと押さえてあげれば、そうすればいいんですよ。だから何が何でも植えちゃうっていう、そういうことじゃなくて、こういう感じにしてね、水苔のところにこう接するような感じ、まあ今ちょっと指でやってますけどね、水苔をここに、ちょっと待っててくださいね、このぐらいの水苔ですね。これをここのところでこうちょっとこう押さえるぐらいにしておけばいいんですよ。まあもうちょっと長めのやつでこういうふうにやっておけばいいんですね。こんな感じでね。まあですからね、こうじゃなきゃいけないとかっていう、あんまりこだわる必要もないんですけども、まあうちの場合はですね、自然に曲がったら曲がったなりに植えていきながら、まあ茎や根っこがしっかりするようにしていくだけですので、あくまでこれ仮植えなんですね。まあこういう無造作なことが皆さんできないわけですけども、でもまあですね、こういう苗をですね、まあやってみたいっていう方がいたら、まあオークションなんかにも出しますから、買ってチャレンジしてみてくださいね。